Hochhaber Radio Virtual. お送りしています。1回目の放送は周波数12085kHz で午後7時30分から8時までの30分間、2回目は周波数12015kHz で午前0時から0時30分までの30分間の放送です。こちらはモンゴルの声です。日本の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ボロバンです。早速、ウーリンフェアさんの履歴をご紹介します。ウーリンフェアさんは1984年生まれで、現在27歳です。長岡のふるさとと呼ばれるドンドガ郡出身です。ウーリンフェアという名前の意味を説明すると、夜明けの光になります。彼女は2002年にドンドガル県のイルテミンバレ学校を卒業しました。その後2002年にウランバートル市の文化芸術大学に入学し、2007年にプロの長唄歌手として卒業しました。現在はショルンハーグループのメンバーとして務めています。それでは早速、ウーリンフェアさんの作品の中から一曲音楽をお送りいたします。モンゴルの長唄の中で一番尊敬すべき歌、トゥミンイフという曲です。このトゥミンイフは、モンゴルの伝統お祭り、お祝いの開催を宣伝する歌の曲です。今日の音楽番組を始めましょう。